おはようございます。マイケルコンボイです。さて、今回はこちら。風船の実、ガム、青リンゴ味と、ぶどうじゃなくて、グレープ、ガム、風船の実を2個同時に開けます。開けるだけじゃつまらないので、今回は一気食いしたいと思います、両方を。さてが、一気食いできるかどうか。ちょっと見てください。開けー。ではこれを一気してみます。ちょっと待ってください。揺れてますね。まずはグレープから一気食いしてみます。検証の結果をした結果、一箱と三分の一は行きました。でもこれ以上食べる場合は、糖尿病になることを覚悟して食べてください。あと、味は30分以上残りますので、糖尿病には、もう一回言ったか。まあいいや。じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。絶対に真似しないでください。あとは歯磨きを、まあ、いい子はしてください。悪い子はしないでください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、またよろしくね。バイバイ。